はい、今日は FK の、空気圧のリセットの仕方をご紹介します。江藤君、はい、じゃなかった、チャーハンお願いします。はい、よろしくお願いします。で、なんでチャーハンなの？海鮮居酒屋で、はい、で、まず空気圧のリセットなんですけれども、日本仕様のミニの場合、タイヤの外径の差で、まあ、空気圧というかパンクしてるかしてないかを見てますので、外径が変わるようなことをすると、パンクの警告灯が入ることがあります。で、具体的に言うと、まあ、夏タイヤから冬タイヤに変えた場合だったりだとか、あとは逆に冬タイヤから夏タイヤにした場合、もしくはタイヤを新調した場合だったりだとか、そういった場合に、空気圧のリセットを行わないと、まあ、回転差で、パンクの警告灯が入ることがあります。なのでそういった場合は、交換時に空気圧のリセットが必要になります。で、リセットする場合は江藤君どうするんですか？ここで操作します。はい、具体的にお願いします。車両情報を選んで、はい、車両ステータス、はい、で、空気圧のリセット実行ですね。リセット実行押してもらって、このリセット実行を決定してもらうと、リセットを実行している間は空気圧を検知することができません。注意事項、走行中にリセット終了になります。で、それと同時に、タコメーターの方に出てない。今終わっちゃいました。ちょっともう一回お願いします。一応こんな感じで RPA、まあ、空気圧のリセット実行中ですよというの表示が出ます。で、これが消えれば、リセット完了になります。はい、こんな感じです。なのでタイヤ交換した場合は必ずこの操作が必要になりますので、この動画を参考に、操作していただけたらいいんじゃないかなと思います。